え、めっちゃ盛り初節句だね。うん、縁起のいい祭りって感じ。縁起のいい祭り、健康でいられますようにみたいな、そういうやつでしょ。そう、たまたまブリ買ってたね、よかったね。ね、食べれるのに。食べるよ、店員さんが。捨てて捨ててるじゃん。アボカドが硬いです。食べてて寂しいね、うん、いただきます。食べちゃう。やばい、ちょっとうんち臭い。うんちもしてる。うんちしてたでしょ。え、わかんない。うんち臭さは感じなかったんだけど。あ、臭い臭い臭い。あ、パパに放置されたんだね。あ、ひどい。ひどいね。いつも俺を敵にすんだよ。ガルガルキだ。昨日学んだこと使わない。うん、ブリも美味しい。のり、あ、ブリ、うん。ちまきは厄除けとかで、かしわ餅は子孫繁栄らしい。うん、でもそう思うんだけどさ、うん、子供の日なのにさ、うん、親がなんでご飯食べるの。確かに。いただきます。いただきます。はい。アム。これちなみに鳥2匹やってるか。鳥2匹やってるか。2枚。気をつけます。食べ過ぎないように気をつけます。何してんの。なんかティッシュとかやると喜ぶっていうじゃん。そうなの。全然喜んでる。かしわ餅いただこうかな。ね、食べた。滝沢家の子孫繁栄を願って乾杯。アマン。アム。これはなんか食べれそうにもない葉っぱじゃない？わかる？ね。ちょっと食べてみようか。こんなくっつく？剥がれない。食べれるっちゃ食べれるわ。癖はないわ。んでも繊維がすごい。うん、美味しい。え、こんなにさ、初めてなんだけどこんなくっつくかしら。自家製だからかもね。あ、そう、うん、はい、あの、あの。このマジで生マジ。これも結構長いでしょ。うん、一緒くらいかも。嘘、うん、いいとこ取りしたね、顔面。多分足短いか。嘘。え？ん？でも俺が足短いみたいな感じ。いつ気づいたん？足短いの、うん、いつだろう。俺結構早めから気づいたから。そうなの、うん、おもろ。確信したの高校生ぐらいだ。確かにね。ファッション雑誌読んでたの、サファリっていう。え？高校で？そう、生意気じゃん。高3ぐらいの時ね、うん、でも白 T にもうデニムみたいな、すげえ様になってるの、外人だから。あ、このシンプルでこのスタイルかっこいいじゃんって思って俺が着るじゃん。なんか短いなって。ジーンズ履いてもなんか様になんないなと思ってそこで気づいた。へえー、短いからだと。ちょっと短いか俺っつって。へえー、あれから言われなかった。すごい言われたっけな。プロ入ってからめっちゃ言われるようになった。めっちゃ言われるんだ。うん、
ぱ筋トレして足も太くなったの、うん、バランス的に。そうより目立つよ。そうより目立つようになっちゃった。確かに細いとね。そう長くあんま分かんないじゃん。私も高校生くらいから自分ちょっと足長いって気づき、うざうざ腰の位置がちょっと人より高いかもしれない。気づいたの嬉しい気づきだね。なんか変わったの行動。全然変わらんしないけど、ちょっとなんか細めのデニム履き出したとか。いや、スカートとかは変えてきて、服は興味なかったから。あ、確かに親に与えられたものを着てた。めちゃくちゃダサい原色の服着てたもん。違うよ、原色じゃない。原色の赤のなんか服に下薄いデニム合わせたもんな。かわいいし、めっちゃ覚えてる。かわいい。写真しか見てない写真が印象的だった。ちまき食べないと。でも美味しいのかちまきって。いや、あれ自体は味でないから、黒糖かけるか醤油とかかけるか。え、ちまきはなんだっけ。薬よけ。薬よけ、そっちの方が大事じゃん。そっちの方が大事だよ。食べよ。うん、じゃあ一回片付けようか。ごちそうさまする。でもまだ食べてた。ごちそうさまでした。え、おお、すごいね。長野千恵子さんが作ってくれたあくまき。え、すごいんだけど。おお、すごいね、うん、モティーリーしてる。モティーリーしてる初めて聞いたんだけど。もっちりしてる、モティーリーしてるって言ったら。やめてよ。これどうしよう。ベタッとか言って落ちたら。アムアム。焼くよけ。ベロをさ出してたから怖い。うん。もちだね。うん。おいしい。これ黒糖。黒糖おいしいかも。黒糖美味しいかも。そういうマイクじゃないよこれ。それ勝手に拾うやつだから話すやつじゃないよ。黒糖をかけて。めっちゃびっくりしてたよ。どうなった。どうしたの？こっち向いて。あ、向いた。あ、いい感じ今。ちょっと、すごいじゃん、た。すごい動くじゃん。こうがいいよね。うん。だって遅いできないんだもんね、まだかわいそう。